始まりました。はい、はい、今回も木16万を塾来ました。来たね、はい、当たり前みたいに社内スタートです。そうですね、今日なんですけども、うん、あの単純に我々4人が親睦を深めようという企画です。あ、はい、というわけで今回の企画こちら、6万をドライブ。あ、出た出た、ドライブね。はい、まあじゃあかなりまったりできるんじゃない。あ、確かにね、まあ、今日本当に海田さんに車を走らせてもらって。そうです、運転しております、うん、私がどうしようかなって感じなんですけど、あの本当に今日海田さんにハンドルを握らせること以外は丸投げなんですよ。あ、そう、じゃあ俺ら3人寝てても問題ないんだ。違う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 。今が一応浅草周辺なんですよね。その辺りですよね。なので浅草なんか皆さんがこう見たいとかいうのがあれば、はい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 、見たい、行きたいとか食べたいものがあればそこに走らせていこうかなって感じなんで。どっか行きたいんですか、社長。いや、あのちょ、事実を言うだけですよ、別に。はい、事実、うん、別に行きたい、行きたくないとかじゃなくて事実を言う。事実だね、うん、いや、ちょっとお台場のガンダム近いな。あ、行きたいって言えよ。お台場近いのですからね。あの、まあ高速で15分ぐらい。あ、すぐじゃん。なるほど、めっちゃ近い。ちなみに、ちなみに今真逆に進んでます。あ、じゃあ一回カーナビまで。まあとりあえずじゃあ一回止まりましょう、どっか。一回その、まあ向かうだけ向かって、なんかその興味のある、うん、ものがあったら一瞬で止まりましょう。今日ゆったりしてんね。ねえ、なんかね。もう寝そうじゃん。ゆったりしてんねえじゃない。自主的にゆったりしながら言ってるだけだから。船長。船長。船長、早く走りすぎたら本当の懸賞金つくからね、船長。懸賞金ってか罰金だよな、それ。あ、でも社長、走り始めたら。そうですよ、ね。走り始めたら。そういう系なんだ。だから、あの止まった時に素早く入力してもらっていいですか。あの、どこかに止まってもらうっていう選択肢はないんだ。いや、今んとこ止まれるところがないです。赤信号のたびにちょっとね、うまいこと、はいはいはい、そうやってもらうか。かよし、今、入力だ。今だ。いや、今か。ガンダムって入力しようとしてない。いや、いいね。ガンダムベースで多分出てくるんですよ。マジで。あ、来た来た来た。ダイバーシティ。ガンダムカフェダイバーシティは多分これ近いんで。まあね、大体行けば大体わかるでしょ。大体行けば。確かに、はい、一般道、その先、国道6号線。ここ左折が左折。左、左、左。あ、もう遅い、もう遅い。入力が遅い。見てねえのかよ、それ。入力が遅いって。もう入力出てたぞ。何のために FPS やってるんですか、マジで。視野攻めんか。おい、やめろ、視野角20度なんだからな。いや、でもいいっすね、4人でこの。ドライブの休日感良くないですか。いいね、実際すごくいい。これ左折だけだった可能性あります。これ左折レーンの可能性大ですか。いや、でも利休はそうは言ってないですよ。いる利休は。利休は言ってないから。奥の細道、そんなこと。いいか、うん、大丈夫大丈夫。そうそう、左側に花屋敷が見えてきますね。花屋敷ってぶっちゃけおもろいよ。寄ります。花屋敷ってどんな感じなんですか。何があるんですか。めっちゃで、ね、小さい遊園地があるの。あー、レトロ、そういうことか。レトロな、はい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 、なんか下町感というか。そう、あ、確かにそれは古き良きというかね。ちょっとコンテンツ力強すぎちゃうかもしれないですね。え、なんかこの辺面白いな。ね、なんかね、やっぱレトロな。まあお弁当は食べちゃいましたけど、なんかスイーツ系あったらちょっと。あ、デザートとかね、行ってみます。コンビニスイーツとかですか。それともなんかもう思いっきりタピオカとかの。ちょっとなんかこの並びでないかな。そうっすね、お台場との間に銀座とかありますけどね。おお、いいね。ザ銀伝ちょっと一服しますか。え、銀座で俺がガチでおすすめのバナナジュース屋さんありますよ。お、え、そこ行きますか。ちょっとそういうの待って、待ってた。それそれそれ、いいいい、世界で一番うまいバナナジュース屋さん。いい、待ってた待ってた。社長セット。世界で、ちょっと分かんない分かんない分かんない。世界で一番うまいですよ。分かんない分かんない。ちょっと天然狂せるて。バナナが完熟してなかったら販売しない。違う違う、そういうことじゃなくて。あ、そうそうそう。いい、もう行くから。そこじゃない。あの、行きはするから。じゃあね、ちょっと味わってもらおうかな、みんな。そう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 。なんてところですか。ちょっと検索してみます。フワさんがナビしてくれてもいいですよ。あ、確かにね。いや、それはいいや。なんでなんだ。まあ、ちょうどその道中の間っぽいんで、で、まあその後もお台場行けるルートかなみたいな。はいはいはい。なんならすぐ近くに築地があって、海鮮とかもつまみます。あー、なんでもできるね。やってるのかな。ちょっと住所で。あ、土日祝日お休み。あれ、あ、土日だよ。うん、というか、その、え、土日祝日休みなんですか、バナナジュースを売って。
確かに確かになんかもういや逆に考えてください、平日でも売れるってことですよ。そういうことだ。まあやばいっすね、うん、確かに、うん、あワンチャンやってない説があるもんですね。ワンチャンっていうか多分8ちゃんぐらいいますよね。まあでももう浅草なので、はい、そろそろもう一応右方向なんで、はい、斜め右ですね。これは合ってると、うん、合ってますよ。素晴らしい、自信持って。いいよ、うまい、乗ってるね。あ、いい、ボディービルドなんかよ。一番うまい今までで。ガチ、これは盛り盛りすぎ、盛り、それは盛り盛り悪そうのいじり方。盛りの後に一回運転に集中するターンが来ちゃった。そう、盛り最新中で入らない間だったから。イエイイエイイエイ、どんどんパフパフ。パラリよパラリよ、ロフマオがやってきたぞ。ほらほら道を開けろ、場所にロフマオがやってきたぞ。全然ロフマオだってわかんない。覚えて帰れよ名前、ロフマオじゃい。せめてなんかさ、なんかロゴ貼るとかさ。天上天下ゆいが独尊、ロフマオじゃい。なんか響いたの。返しがあると恥ずかしくなる。ロフマオじゃい。あ、もうね、着きますよ、時期に。お、うん、いいね。そうですね。まあ、閉まってるけどね。お前は本当に、お前は本当に、もうね、バナナジュースのね、受け入れ体制が整っちゃってるんですよね、僕ら。やってるか、ワンちゃん。気まぐれ起こしてるかもしれないですよね、ちょっと。確かに、ないよ、ないよ。情報が古いとか。一旦やっとくかの可能性はね、全然ありますね。なんで藁にすがるのみんな、無理だろ。日曜やってないんだって。この辺ちょっと待って、一旦止まりましょう。あ、で、そうですね、ここの、ここ中入ったところですね。音声案内を終了します。じゃあちょっと、じゃあやってるか見ていきますよ。はい、あ、わかりました。後ろの二人が後部座席の力見せるぜ。はい、いや、お待たせしました。並んでてさ、並んでた、結構時間かかったね。そう、あ、並んでたんだ。え、じゃあ、ちょ、もらっていいですか。うん、トイレ並んでたわ。そう、めっちゃ我慢してたもんね。トイレ、え、じゃあ、つまりバナナジュース屋はちょっと閉まってた。で、周辺の店を散策とかそういうのは、いや、でも、まあ、おすすめは、うん、やっぱ築地市場が近いってことですよ。情報を持って帰ってきた。いや、もうそこはね、僕らの中でも答え、あの、もう、あの、実はかなり入ってる。あ、押さえてた。さすが、なんか行きましょう。大トロとか食わへん。いや、もう気を取り直してね、レッツゴー。いや、でも飲んで欲しかったわ。本当だよね。まあ、リベンジしましょう。そうだね、本当だよね、ですよね。いや、こういうカーナビの仕事もいつか来てもおかしくないよ。確かに、ロフマオカーナビ、ロフマオカーナビ、 ありえますね。右曲がったらいいんじゃない？もう30メートル先。ちゃんと言えって。従うな。従うな。俺には従うな。逆で史上最悪のカーナビ。今可能性が消えた。右に行くな。個人でも出せばいいじゃんね。でもじゃあ左折ボイス、右折ボイスとか。確かに。だんだんコンプリート近づいていく。実際そのカーナビ。出会う金欲しい。毎月出るんだ。あんな分かりやすいんだ、築地来たこと。マグロ、マグロ、もうなんかエリアが違うんですよね。築地は行ったことないか、みんな。ないです。 あったかな、どうだろう。築地ないですね、僕は。海鮮の宝庫よ。来たね。あ、でもなんかいろいろありそう。すごいな、ここやってますね。いや、めっちゃいいか、こういうの。そう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 、魚だ、魚。これ左曲がれない。まあ、どうも曲がれないのか。ちょっとどこかで止められるのかな。駐車場あったりしませんかね。どう行くのがいいんでしょうね。一番。あれ、これダメだ。曲がれないよ。やっついていきますよ。行きたいな。今の左折したいな。これ止められるとこどっかないのかな。タイムズ？有明汐留。ここ左折できると思いますか。行ってみよう。あー、でも築地とんでもないとこ、築地大橋行くのか。でも大橋大橋来ちゃった。大橋行っちゃった。めっちゃいい景色。いいね。築地バイバイ、さようなら築地。しょうがない、初見の東京はきっと大変だ。ど
こんな旅。お、豊洲だ。来た。築地から豊洲へ。豊洲行こう。行こう。豊洲行こう。あ、いい橋だ。いい景色。あ、いいじゃん。いい景色。あ、いい。あららら、飛行機。こっち目的だった、もともと。綺麗綺麗。あ、すごいな、いい土地だな。ね。空が広い。綺麗、住みやすそうだよな。うん。豊洲マーケット。わお。見えてきましたよ。なんかめっちゃ良さそうじゃないですか、この辺。ここ入れますね。あ、ここ入れていいやつなの？千客万来って書いてある。クーだから。あ、本当だ。千客万来はもうそれ OK でしょ。おぉ、うん、わっちゃがおマリカの気分だと事故りますね、多分この辺でっか。え、俺、あ、そうなんだっけ。社会何も動いてない。そういう日があるんだな。ちょっとどうしましょうね。なんか欲しいって。ちょっとドライブ普通ね、もっとじゃあ物撮りでね、あのイクラ丼とかこう箸でこう揚げてる場所をね、撮りましょうねとか、そういうのが何もやってない。マジで移動してるだけやん。国はちゃんと動いてる。はい、はちょっと待ってください、ね、大人がなんか話が。大人がこのタイミングで、はい、はい、すいません、はい、ちょっと言い忘れてたことあって。あ、どうしました。言い忘れ。車が、はい、レンタカーなんですけど、はい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 、あと15分ぐらいでもう終わらせなきゃ。15分。丸一日借りるみたいな。何ができんねん。そんな話なかったっけこれ。え、違うんですか。間違えまして。あ、間違えちゃったんだ。あ、じゃあしょうがねえや。間違えちゃったんだ。ちゃんとした大人はやらないやつ。なんで15分でちょっと落ち着けてもらえれば。落ち着けて。落ち着け。要件だけ伝えていくんじゃない。どっか行ったって。もう去ってって。まあでも、まあ場所今、まあ、そうよね。まあガンダムはギリ見られる可能性がある。まあ当初の目的ね。行くぞガンダム。行くぞ。行くぞガンダム発射。待ってろよ。段差が来るぞ。行くぞ。うわあ、もう一段階来るぞ。何ダメだ、もう体が持たない。あと一発。アトラクションと一緒だ。行くぞ。よし。え、だってもう観覧車とか見えますよ。あ、ほんとだ。みんな見て、綺麗よ街並みが。マジでそう。あの観覧車はきっとお台場よ。お台場。綺麗。ああ、いい。近づいてはいる、絶対に。いる？ガンダム。あれ、日曜日だから休んだりしてるとかない？ガンダム。ガンダム。この中で俺、ガンダムをまだ警戒視してるからね。確かに。そこまで裏切られてきたんだよ。うん、ガンダムやってないよ、あれ。いなくねとか言って。うん、ちょっとドキドキしてきた。あれの 裏とかにおるんちゃうの。フジテレビだ、右。そうですね、これダイバーシティだから。え、多分本当に近くですよ。これ裏や、裏にある絶対。裏かな、裏でかな、これ左折しますね、そしたら。あと3分です。あと3分だ。間に合うか、俺と。ここ編集に使われる。嫌だ。間に合う。ガンダムを見るんだ、我々は。間に合ってくれ。行くぞー。行くぞー。みんなー、ガンダム頼む。ガンダムか。ガンダムどこにいるんだ。ここが望みだ。ガンダムいた。ガンダムの左後頭部が見えました。ガンダム、カイダさん、ここ右右右旋回だ。行くぞみんな。あ、大丈夫かな、これ近いがゆえに。近いがゆえに近いがゆえに。いるいるいる。スノーだ、スノーだ。見えた、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 よかった。ここまでか。あんなかっこいい背中、いやー、いたんだな。存在したんだ。ガンダムっていたんだ。ガンダムだけは休まず働いてくれてんだ。そう、バナナジュースはなくてもガンダムはいたよ。地上はなくてもガンダムはいた。ガンダムは立ってる。社長がめちゃくちゃ満足そうな顔してるから。いやー、幸福そうな。まあ、ただ何も食ってないけどな、俺は。結局ちょっとリベンジはしたいですね。なるほど、確かに。